はい、皆さんおはようございます。最近ね、コメントで時計なくしたんですかみたいなこと言われたんでね、一応時計が映る角度でね、今日は撮ってみようかなってことでね、やってるわけですけども、最近ね、ずっとその物価のね、その高騰とかさ、いわゆる価格に転嫁できなくてね、でこれから先、ゼロゼロ融資がさ、返済が始まって、かなり厳しいね、状況に陥るところ結構あるんじゃないのなんて言ってたところ、実はホーユーってね、日本で多分一番大きいんじゃないかな、給食ね、をその扱ってる会社ね、これ一応、皆さんね、ニュースもね、聞いてるかもしれないけれども、このホーユーってね、150施設に、食事を提供するね、食堂の運営会社らしいんですよ。ということは、当然だけど、そのね、食堂の運営だから、本来、その、ね、事業者から仕事を受けてやってるはずなんだけど、結局、いわゆる給食費のね、金額が上げられないからっていうことで、債務のね、積み重ねになっちゃって、負債額はね、16億7千万って言われてるんですよ。この事業で16億7千万のさ、負債額だから、結構大きいよねと。で、突然ね、要するに、事業停止しちゃって、で、今もうだから日本全国のさ、小中学校とかさ、あとね、自衛隊の施設とか、そういうところね、この会社を使ってたところが、急に止まっちゃったから、どうしていいかわからないって言ってね、なんかテレビで行くとね、缶詰配ってたりさ、するらしいんだよ。で、これね、僕が今までね、ずっと伝えてきたことの、中でね、飲食店の話をね、一番分かりやすいからしてたんだけど、そこに影響来てるわけ。でさ、これね、本来の姿であれば、この下請け法っていうのがあってね、要するに、下請け業者に対してさ、不当なね、値引きを要求したりすることっていうのは、本来許されないのね。で、これ法律に違反するし、あと独占禁止法っていうのにもね、抵触する可能性があるわけよ。で、それをさ、ね、いわゆる、そのさ、行政が行ってるわけだから、これも大問題じゃないのって思うわけ。でさ、一般の企業にはね、こうしろ、ああしろ、ね、下請け法があるんだ、ね、不当な、ね、値引きは許されないんだ、言ってるんだけど、結局、ね、自分たちさ、そういうのやってきたんじゃないですかってことなんだよ。で、これさ、入札制度でね、要するに、受けてるはずだから、本来であれば、結局、このね、業者がさ、当然だけど、それに合わせてさ、入札しなきゃいけないんだけど、多分思うんだけど、従業員すげえ数か、ね、抱えてるわけじゃない？で、その抱えていながらさ、例えば入札制度でさ、落とされちゃったら、いきなり仕事がなくなるわけだから、そうすると、今度はね、従業員を解雇するってなると、不当解雇だっていう話になって、また大騒ぎされちゃうわけじゃん。だからね、これきついと思うんだよね。で、例えばさ、僕なんかもね、あるね、施設で、ぜひちょっとね、その指定管理者で入札してもらえないかっていうんだけど、例えば入札するにはそれなりのスタッフをね、用意しなきゃいけないわけじゃん。で、そうするとそのスタッフを用意して、で、例えば3年間ね、その仕事を受けたするよね。で、その次にさ、また更新の時に再入札しなきゃいけないじゃん。で、その入札の時に、じゃあ例えば落とされちゃったとすれば、そこで雇った人員どうするのってことなんだよ。だからね、すごい資料の欠けたね、制度なわけ。で、そう考えると、やっぱりね、ここね、結構これから、いろんなところでリスクなんじゃないですかってことだよね。で、多分このね、そのホーユーって会社が、今回こういう状況になったってことで、一般的にさ、知れ渡るから、
まあ、例えば入札だとかそういう時に、ね、これ配慮が、ね、必要だよねってことになると思うんですよ。だけどこれがまたさ、給食費っていう問題がまたリスクなわけだよね。っていうのはさ、給食費を払うのはさ、父兄なわけじゃん。でその父兄がある程度その給食費の値上げに対してさ反対するわけじゃない。で、そこそこさお金に余裕があるというか、まあ、うん、生活に困ってないような人は、まあ、しょうがないよね、うん、じゃあそういうのね、多少高くなっても給食必要だよねって言ってくれればいいんだけど、そうじゃない人もいっぱいいるわけだろ。そうするとそこでね、すごく異常なさ、その価格競争に巻き込まれちゃうわけじゃん。でこれいつも言うようにね、そのね、まあ前にも言ったかもしれないけど、こうね、こういろいろね、いて裾野の人ね、でそのさ、うん、所得のレベルっていうものが段階的にあって、で今はさ、この所得の一番低いところの人に対して非常に残酷なさ、政策なわけだよね。でね、その給食費の補助とかもとかさ、要するに、結局家庭で食事ができなくて、給食頼りのさ、子供たちがいたりねするわけじゃない。でそういうところをほぼね切り捨ててさ、でさらにね、こういう業者に対しても要するに、ね、そのうん、まあ入札制度だから本人も悪いって言えば悪いんだろうけど、だけどさ、社会全体にね、物価が上がって、で消費税が上がって、で、結果的にこれからねインボイス制度で、中小の零細の人たちも今度はさ、今まで所得が取れてたものが取れなくなってしまうっていうことになるよね。そうすると全体のさ、国民の所得が下がるわけですよ。だけど下がるけど、で物価が上昇してるから当然消費税ってものが上がってくるわけでしょ。でその消費税が上がったものってのは払わなきゃいけないんだから、ね、ってことは、ね、本来であれば消費税 10% であれば 10% のさ、そのいわゆるインフレが起きなきゃいけないでしょ。ところがインフレが起きないまんま 10% は全部業者がさ、ね、吸収してたわけだよ。でみんなそうだから、あ、ね、ある意味では、まあ、例えばある程度その価格に転嫁できる、まあ、さっき言ったように所得がある程度あってね、支払い能力のある人だったら、まあ、社会的にしょうがないよ ね、頑張ってくださいねって言って、ね、適正なお金は払うのよ、ね、だからそういうようなね、人ばっかりだったらいいけど、給食ってそうはいかないでしょっていうことなんですよ。だからそこの部分の要するに、まあまあ本当はね、補助金とか助成金とか、まあ、言うことはねあんまり、適切じゃないかもしれないけれども、ただ問題なのはその行政とか、まあ、こういうね、その、官庁だとか、まあ、そういう、いわゆるね、本来さ下請け法っていうね法律がもうすでにあってね、独占禁止法っていうのがあるわけでしょ。で入札だから独占禁止法の規定にはならないよねっていう、ね、こともあるかもしれないけれども、ただそのいわゆるさ、その価格について適正なさ、いわゆるお金を出さなければサービスっていうのは止まっちゃうわけでしょってこと、ね、でそれをさ、まあ、今回のこの件でね、ちょっと全体的に考えてもらいたいなと思いますよ。別にこの会社をね擁護するつもりはないけれども、ただこれが、ね、今後続きますよっていうことで、これはもう僕は何遍も言ってるように、ゼロゼロ融資がねこれから重くのしかかるとすれば、まあ、この会社ね、例えば先ほど言ったような6億7000万の負債っていうことであれば、ね、もうこれは払いきれないっていうことなんですよ。だからもうだって回収できないんだもんね、そうでしょ。だってただでさえさ価格上げられなくて、ね、でこの緊急事態宣言によって少しね頑張ってきて、ね、いて、で、ね、それに対して多分この会社もねゼロゼロ融資受けてると思うんですよ。受けました。でだけどずっと赤字続きだったらどんどん負債が続くどころかこの返済もできなくなっちゃうから、じゃあもう思い切ってやめちまおうって話になっちゃうわけじゃん。でね、そのやめちまおうっていうのは会社の判断だけど、やめられた方はたまったもんじゃないよね。でこれでまたここで働いてたさ、ね、まあ、どれくらいの社員かは書いてないけれども150施設をさ、ね、その運営してた会社だから
ここで働いてた人たちは全て、ね、あのアウトなわけじゃん。だから次の、ね、要するに、就職先を探すとかいうことになるよね。そう、雇用もそこで、ね、急激に、ね、落ちるわけじゃん。でってなるとこの人たちの所得ってものが下がるわけだよね。で下がると国民の平均所得下がるわけじゃん。でにもかかわらずインフレで、ね、いわゆる、物価は上昇する、で仕入れコストも上がる、で消費税も要するに、もらえない人たちが出てくる、所得が下がる、でもう物価は 上がるけど、要するにこういう会社はね、いわゆる赤字続きで、運営せざるを得なくなってくるってことになるわけじゃん。これね、ね、前にももう何遍も言ってるな、このチャンネルでね。これがこのいわゆる、スパイラルになって、ね、全体的な景気を押し下げるわけで、ただし、ね、国の方はどうですか。消費税反対だもん。物価上がったもん、ね、今まで、ね、100円だったのがさ、ね、10円のね、その、消費税取ってたのが120円になったら12円になっちゃうわけだから、ね、で150円になったら15円になっちゃうわけだから、ほら国はさ消費税手放さないでしょ。だけどこれね、自分のさ、まあ、今の政府ってのはさ修正目的の政府じゃないの。国民のこうさ方に向いてないでしょ。で本来であればもういつも僕が言うように、ね、消費税ゼロにはできないかもしれないけども、まあ、緊急事態としてね、まあ、とりあえずさ向こう3年間ぐらいは、ね、消費税を 5% 下げてあげたらどうだろうとか、ね、いうような話があってもいいじゃん。誰も言わない。なんでかったら、ね、税収の3分の1が消費税になってるからなんですよ、ね。で、ね、その今国会で、ね、議論されるのが今まで最大のね、その予算をさ組もうとしてるわけだから、まあ、予算組むってことは、ね、当然修正の金額を、ね、そのいわゆる予測してさ言うわけだろ。と消費税外れないじゃんってことになるわけだから、一番こうね、あの消費税もまあしょうがねえな、ね、いわゆる物価のこう、ね、上昇によってもそれに耐えられる人はしょうがないなってなるけども、国民全体でいくとさ、多分このね平均年収がさ500万ちょっとでしょ、うん、だけど所得の高い人もいて、ね、低い人もいるわけじゃん。で全体の層としてはそのいわゆるもう生活ギリギリの人たちの数は確実に増えてるわけじゃん。で今回この件についてもまたそういう形になるよね。でこれがこの会社だけじゃないですよ、多分これからどんどん出てきますよ。で、結局、ね、その入札制度で、いわゆるさ下請けいじめしてね、で、さらにね、そのね、昔のさ入札っていうのはまあそちらなんだけど、まあ、団子じゃないけどさそこそこねさ多分ね取れてたんだと思うんだよ。でそれをやったけど、いやいやそうじゃないんだと、ね、公平にやっぱり、ね、入札に応じていただくんだみたいなことでさ、ねまあ、僕のね知ってる、まあ、昔のね建設とか土建っていうのはさ、ね、要するに、ここでは儲からないけど、まあ、ここでは儲けさせてもらうみたいなさ、なんとなく暗黙のさなんかルールがあったわけよ。でそれがさもうピチッとなくなっちゃったらこうなるよね、うん、だからちょっとねこのね、ちょうど僕のこの今まで言ってたことの中で、もう具現化したさ事例だよね。でこれから、ね、僕が予測しているようにどんどん出てきますよ、どんどん、うん、ってなるとどうなりますか。インフレはあるけど景気は良くならない、ね、スタグフレーションっていうね現象ね、これが僕は一番危険だなと思ってるわけだから、今まで過去にさ僕たちの経験してないようなことがこれからねさらに起きてくるということなんですよ。で、ね、これからさそのゼロゼロ融資の返済が始まりますよ。そうすると結構ね、厳しいとこ出てきますよ言った途端にこれでしょ。もう明確じゃん、もう明らかにこれはこの社会現象を一番こうなんていうかな、なんか、公になった
事例じゃないのってことですね。まあ、これからまだ続くんじゃないかな。だってこの、ね、この会社がこういう形になってさ、もうみんな困っちゃってるわけだよね。で困っちゃってるわけだけども、ね、ただ同じ事業をしてる会社もあるわけじゃん。これも多分次に追従するんじゃないですか。だから今のまんまいろんなことやってると、まあ、こういう現象がどんどん起きてくるということでなると、やっぱり、どん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 結果的にですね、景気は良くならないと、いうことになるんじゃないかなと思いますね。ということでちょっとね、今日は突然でこの話をさせていただきました。まあ、ちょうどね、これからワイワイ始まると思うんでね、なんか最近もジャニーズのあのもういいよあんなのさとね、全くさ、もうね、そのジャニーさんが亡くなっちゃっててさ、今までね、みんなしてさ、こうワイワイね、そのなんていうの、こう盛り立ててさ、で歯向かえばさ、結局ジャニーズの連中ね、使えないっていうことでさ、ね、まあほぼほぼね、そういう戦略でさ、ジャニーズって伸びてたわけじゃん。でそれがさ、本人亡くなった途端にさ、ね、欠席裁判みたいなもんじゃん。でなんかさ、ずっとジャニーズやってるけど関係ねえことじゃないのあんなの俺たちからしたら関係ない話なんだけど、なんであんな興味を明かすのかね。うん、だってさ、俺がさ、かわいそうとはかわいそうじゃなくてね、本来であればだって生きてる間にやればいいじゃないですか。だけどやらなかったんじゃん。で死んだ途端にさ、突然だよ、ね、欠席裁判でしょ。気持ちいいもんじゃないですよ、ちっとも。見ててね、だからもう始まったらもう全部消す、つまんないからね、だ面白いね、日本人ってさ、ああいうの楽しいのかね。でもあ、マスコミもね、そういうことをね、言ってさ、なんか、そっちばっかやってんけど、またどうせね、この、間にね、いろんな法案通したりね、してんですよ、多分ね、そのうち出てくるだろうけど、だから、ある意味ではさ、なんかさ、このね、実体経済とかさ、そういうのをもっとこのね、反映する、ね、ことをね、しっかりとさ、マスコミが伝えて、で、それで政府が動く形にするとかいうのが普通じゃないですか。だけど今そうじゃないもんね。結局さ、まあコーポレートクラッシュっていうんだけど、実際にはさ、その、ね、企業がさ、ね、政府を動かす時代になっちゃっていて、政治がさ機能してないわけじゃん。だから、ね、大企業には有利で、ね、どう考えてもおかしい円安が続いて、で、ね、大企業は輸出企業は空前な、ね、売り上げを上げて、だけど、日本全体でいくと、その海外に携わない人たちは、ね、逆にその円安で、ね、さらに原油高で、ね、ね、物価が高騰して、ね、それで、ひいひい言ってるのに、そこには、ね、手を差し伸べない政府ってあるわけでしょ。でそれはね、ちょっと僕はどうかと思いますよ。だから今回のこれね、ぜひちょっと、少なくともね、子供たちがさ、安心してね、給食くらいさ、食べさせられるようなさ、社会にしなきゃダメなんじゃないですか。まあ、それは僕たち、ね、思いっきり納税してるわけでしょ。でその金どこ行っちゃってるのか分かんないんだもん。だから、こういうところに回してもらいたいっていうのが事実じゃないの。で予算組むときに、やっぱさ、ね、国民のさ、意見聞きなさいよってこと。ね、僕はそう思うんだよね。だけど今の政党政治ではね、それは無理な話なんですよ。もう勝手に決められちゃう感じだよね。で本当だったら公共事業だってもっとやるべきなんだけど、公共事業回らないから、これからもっとひどくなりますよ。まあこれはね、また別の段階でお話をさせていただきますけども、まあとりあえずこのね、突然ね、給食停止の事件についてお話をさせていただきました。また何かね、まあ、こういう時事問題とかもですね、お話しさせていただくし、またちょっとね、成功哲学みたいななんとか、幅広いチャンネルなのでですね、ぜひ、今日初めて見た方はチャンネル登録していただいて、ね、コメントを入れていただいて、よかったらいいねを押していただきたいと思います。それではまた。